なんかすべてが同じタイミングで羽が動いとるけんめっちゃ怖いんやけど。何？何部屋ですか？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。はい、琥珀島に到着。滝の音がめっちゃ聞こえてくる。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、琥珀という島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都の琥珀島をご堪能くださいまし。よし。ってことで、琥珀島とね、一応、自然をテーマとした島ということで、20箇所以上のエリアがね、あるらしいよ。ちゃんとテーマを決めた。で、琥珀島を作った、カーくんさんは、一応 YouTube でね、実況をしてるらしく、その YouTube の動画で、いろいろとエリアを作っていったりとか、しおるっぽい。あ、すごい。あれかな、海の家的な感じで置いとんかな、たぬき商店。ね、そういう感じっぽいよね。ヤシの木。え、めっちゃ低くない？完成する前ってこういう感じってことか。私なんかその成長段階とかをあんまり見んけんさ。めっちゃ可愛いんやけど。どうもパッチ。わぁ。あれ？君誰？どうやってここに来たの？なのです。可愛いな、パッチ。お、かっこいい着物。ここは和風エリアということですね。いいね、いいね。こういう感じで。一応ここは雅で艶やかな和風庭園というテーマらしいっす。あ、すごい遠くの方に五重の塔が見えている。いやー、雪だなー。ね、すごい映える風景。私、自分の島に映える風景どこにもないんだが。ん？もしかしてここ。こっちからも抜けてこれるんや。いいな、なんかこういうね、いろんなところに道を作って、みたいなの。全然やってないけんな。そしてめっちゃ虫がいる。超虫がいる。やっぱ季節が違うけんかな。最近自分の島にこんなに虫おらんもんな。お、くねくねした道が。いいよね、こういうところにちょっとひっそりとある感じの家。え、外で？外でですか？スイッチ。あつ森バージョン。あ、こっちには、見て、海賊の財宝が。おお、あ、ベルがいっぱい落ちてる。真珠まで落ちているじゃねえか。真珠あんまり集まってないよね。多分3つぐらいしかない気がする、私、手元に。あ、たぬき商店とかと思ったら別の場所なのね、ここは。なるほど。ここはここで。誰のお家？ジャン。ジャンって誰？一瞬犬って思ったけど、あれはジョンか。あっちはジョンか。あ、こっちから。あ、この子か？君がジャンですか？ブロッコリーだった。ん？君はどこから来たの？この島は見どころがいっぱいあるから、じっくり探検してみてね、ピコ。ここのお家かな？あ、見て、外で。まあ、もしかしたら猫じゃなくて犬かもしれんし。わからんけど、その辺は。あ、家の裏に、井戸があるのね。お、そしてこっちは、大量のお花が。なんかあれやね。花の色とかも、全然うちの島にはないような、オレンジのヒアシンス。ヒアシンス。ヒアシンス。ちょっと、イントネーションが。オレンジのバラとかもうちあんまりなかった気がする。多分。その辺は後輩でできるんかな。いやー、庭が綺麗だな。ここカフェってことかな。いや、普通の庭か？でも一応、メニューボードのようなものがあるから。やっぱみんな高い位置に家を作るな。どうも。アイス食べたい。
同じく、わかる。アイスはね、春夏秋冬、季節を問わず食べたい。いつでも美味しい。そういえば今年、板チョコアイス食べてないな、食べたい。もうそれしか言ってないけど。はい、それじゃあちょっと、あ、ちょっと待って、お家にお邪魔しますね。あ、すごい、財宝が。あ、ここちゃんと、あれなんやね。ここと、ここで、音が違うんや。すごいね、なんかこういう細かいのね。家具で。やば。え、どうした？なんか、荒れてるの？あ、荒れてるんすか？どういうお家なんだろうか。とりあえず、左の部屋へ。あ、左なんかめっちゃ綺麗。え、このタイル超可愛いんやけど、足元の。ね。ここが、ま、何？あ、なんかすごいこじんまりとしてるね、コンロ。え、キッチンめっちゃこじんまりとしてない？ま、でもその分食べる場所が広々と取れてるけんいいんかな。よき。はい、それじゃあ、奥の部屋へ。なんで真ん中にベッドがあるんやろ。なんかそれもちょっと不思議な感じよね。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あ、奥の部屋はちょっと子供部屋っぽい感じ？このぬいぐるみってさ、こんな感じやっけ顔。なんかちょっと気の抜けた顔に見える。こういうバージョンもあるってことかな？なんか目がめっちゃ上の方にない？え、かわいいけど、手作り感満載な感じが。めっちゃ人形に囲まれて、人形というかぬいぐるみに囲まれて眠るのね。あ、でも私も中学生ぐらいまではめっちゃ、ぬいぐるみに囲まれて寝よった。なんかベッドでさ、ベッドの上にすごいぬいぐるみをね、ブワーって敷き詰めとった。最近は全く、むしろ、引っ越しの時にすごい大量に捨てたような気がするけど、ぬいぐるみ。ただ気がついたらね、UFO キャッチャーで大量にゲットしてくるんよね。はい、お、右の部屋は和室。ここは客室的な感じかな。ね、布団が二つ並んであって、まあ、夫婦と捉えることもできるけども。すごいさっぱりした感じ。いいな、この棚ちょっといいよね、なんか。私なんかこう、和っていう感じの家具があんまり集まってないけんな。完璧洋風な感じ。はい、それじゃあ2階へ。お、2階はまだ出来上がっていないのね。それじゃあ地下へ。うわぁ、怖っ。なんかすべてが同じタイミングで羽が動いとるけんめっちゃ怖いんやけど。何？何部屋ですか？結構あれか？高く売れる蝶たちが大量に。真ん中にはこれ何がいるの？見えないんだけど。中なんかおる？いや、なんもおらんとかいうことはないか。いやー怖い。え、何がおる？全然見えんくない？でも多分何かおるんよね。わからない。わからない。え、でもこれも、あれ？虫？もしかして、あの蝶々たちを売ってこの大量のお金が発生しているのだろうか。あ、どうも。あれだけお金があったら多分アイス大量に買えるよ。あ、なんか下に誰かおった。ちょ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 。どうもー。ようこそ。いらっしゃいました。あ、ここでちょっとした、プチキャンプ？こっち側にも行けるんかな？あ、飛び越えていく感じ。イェーイ。みんなこういう地形作るの好きやね、なんか。現実でああいう場所あったらなんかめっちゃめんどくさそうやけど。あ、上に置いてあるんや。案内看板。え、ブロッコリーくんちょっとめっちゃ移動してない？超移動してない？あ、こっち方向にも何かあるっぽいぞ。ほっ。まずジャンプという動きを日常ですることがないよね。正直。あ、ここは何？渡っていく感じ？あ、
ここで、まあ、ちょっとした、スープだなんだというのを楽しみながら、ここで。あ、この角度なんかすごい覗き寄るように見えるね。いい。これで夜になったら、星空が眺められるかしら。いい景色の場所だわ。ここから渡るのか？は、渡れねえ。え、渡れねえ。しかし、あそこ多分人の家ないよね。地図で見た感じ。お、あ、ここから、行けそう。イエーイ、来たぜ、来たぜ。ここ人の家やろ？よね。お邪魔します。全然人の家じゃなかった。バニラちゃんや。かわいい。え？すみません。せっかくいらしてるのになんだかふわふわしちゃって。夢をうつつってこういう感じの時に言うのかしら。だよね。そうなんだろうか。ちょっとわからないけど。なんか、いいね。部屋。めっちゃ可愛い。ふわふわした感じの部屋。あ、これ直置きのやつあるんや。私とりあえず、この間初めてテレビをゲットしたけん、あの、2階に置いた、2階のちょっとおしゃれなおじさんって感じの部屋に。あれちょっと待って。あの、マップを確認させて。あ、ほんとや、普通に動物の家やった。めっちゃ普通に動物の家やった。ここめっちゃ入り組んだ場所やね、なんか。この、バニラちゃんの家の周辺。超水で囲まれとるやん。やば。迷路みたい。しかしこういう地形面白くって私は好き。よいしょ。でね、飛び跳ねた先にいろんなものが置いてあるんよね。なんか真ん中の方に、博物館があるっぽい感じあったよね。え、待って、あの下には、こっちから行くんか。すごい入り組んでいて、私は迷子になりそうです。ここが、あっち、え、右下に行ったら広場に戻るんか。で、こっちの方向かな。ここで洗濯をしているのね。私も川の近くに置いとる。自分の中で勝手にマミーさんが洗濯しよるっていう設定にしてるけど。あ、いいね。木陰で。ベンチで休むと。これ何？蚊の化石ってこと？そういう、あ、この子じゃないじゃんって。あ、ほらほらほら。あ、海賊。なるほど。ん？お前はどこのドイツだ？ま、いっか。十分楽しんでってくれ。すっげえ。かわいい、超かわいい、この子。ね。なんか前髪がチラッと出とって。目がパッチリしとる、超かわいいやん、いいな。良きだな。あ、こっちか、博物館。博物館上？これ博物館周辺の広場ってことか。なるほど、なるほど。あ。なんかこの風景良くない？ほら。遠くに塔が見える。いいな、なんかちょっとした外国の街並みっていう感じじゃない？でっかいな。模型あんな感じになるんや。あれ何やった？アレクサンドリアトリバネオアゲハやったっけ？なんかそんな感じ。全然違うかもしれんけど。でもアレクサンドリアまでは合っとると思う。多分。多分、すべてにおいてふわっとしてるけど。あ、で、ここが博物館。ほうほうほう。高い位置にあるな。あ、リアルタイムでこの場所で芸術品が生み出されよりやん。やば。そのうち横の博物館で展示されるかもしれんね。なんか、歴史の価値とかはないかもしれんけど、なんかすごいここいい、なんか夢の空間みたい。ね、綺麗やんね。めっちゃ あ、そっか、これライトか。ことは夜とかめっちゃ綺麗になりそう。どこが通れるのかがよくわからぬ。木を小さいまんまにしとるとかいうのもなんかすごいいいよね。かわいい。ま、実際にはね、続々と育っていくんやろうけど、でもこのタイミングで夢見に登録しとるけん、夢の中ではずっとこのサイズってことやろ？超かわいいやん。ん？はっ！こういう感じに。こんなところになんか、プライベートスペースがあるんやけど。やば。めっちゃのんびりできるね、ここで。
何が置いてあるんやろ、このテーブルとかある。テーブル下にあるの。ね。やば、あんなところでコーヒーを飲みながら、ゆっくりと落ち着くのね。確かにあそこなら誰にも邪魔されず、ゆったりとした時間が過ごせそう。ね。あ、ここで釣りが楽しめるのか。ほうほうほう。これもしかして上と関係なかった。あ、誰かオレンジ揺すって落としたね。取っていこうとしたんじゃないの？で、ここの隙間を抜けて、あ、すごい綺麗、なんか。ね、いいね。めっちゃいいっすね。よっ。やっぱこういう滝が何重にもなっとる感じの、こういう雰囲気すごい好きなんやけど、わかる？ね、おしゃれな感じするよね、めっちゃ。なぜ通れないのかと思ったら模型があったのか。あ、こっちはいけない感じ？ほうほうほう。ちょいとチーズ。あ、もう結構端っこの方まで来たんやね。こっちの下の方になんかキャンプ場があるっぽい。キャンプ場。あ、こっから渡っていくとか。ここには養蜂場と。あ、なんかここは、果樹園だね。森の中の果樹園。良き、めっちゃ良き。ね、いいね、いいね。お、そして至るところに蝶が。ほら、こっちの方も。わー、綺麗。ね。ここは、灯台の見える砂浜。あの灯台の色めっちゃ綺麗。一応、ここがね、ヤシの木アーチの道。なるほど。道の左右に置いてっていうことやね。なんかめっちゃ、何？作業場？作業場？なんかシンクとか食器もあるけど。ここでお料理を。やっぱ何かを生み出すっていうのはこういう静かな空間でやりたいんかな、みんな。ね。服とかを作るんだろうか。ミシンが置いてあったし。ちょっと短絡的な考え方ではあるけども。こっちの、おぉ、いいっすね。マーメイドスペース。かわいい。この辺の家具とか使ったらめっちゃね、なんか、フェアリー、神秘的な感じの空間が出来上がるよね。ここは今作りよる途中って感じなんかな。ちょっと囲われて。お、鼻の中にクマちゃんがいるんだけど。かわいい。ね、よき。鼻に囲まれて、ゆったりゆったりと。一応ここはね、ラムネちゃんの家の庭っぽいよ。川の流れる花畑。あとはラムネちゃんの家は、どこだ？ラムネちゃん。あっちか。なるほど、なるほど。ここが、まあ、ラムネちゃんの家の庭。川の流れる花畑。ここだ。ラムネちゃん推しなんかな？めっちゃ敷地が広い。超広い。そしてその花畑を抜けると、またお家があると。え、かわいい。プライベートビーチかな？超かわいいんですけど。はい、そしてここが、お家ね。お邪魔します。ほう。びっくりした、レシピがいっぱいあった。なるほど、ここはもう完璧に作業用ってことかな。ぽいね。めっちゃレシピあった。ってことはきっとこの奥もやな。と予想。ほらほらほら。やっぱみんなレシピめっちゃ被るんや。私、この間、カジローからさ、2回連続で同じレシピをもらったんやけど、嫌がらせかなって思った。しかも2回連続で同じものを渡してきたくせに。
え、知ってるの？みたいな感じで聞いてくるけんさ、そりゃそうやろ、みたいなね。あ、こっち行ったら広場なんやね。なるほど。この辺りが結構、階段とかが続いとんやね。この辺、結構住宅が密集してる感じ？やっぱきっとラムネちゃん推しなんやな。あ、こっちちょっと商店とかがね。あ、なんか街角って感じ。あ、いいね、ちょっと。こういう崖の上で、本を読みつつ。あ、いいね、街中にこういうちょっとコーヒー飲む広場があるみたいなの、すごい。この辺ちょっとポップな感じ。多分子供が住んどんやな。うん。上に積み木とかも置いてあるし。そしてちょっとこの上も行けるんかな。確かそこに。はい。階段があって。いいな、もうなんかね、私動物の家の周りは花で囲むぐらいの脳しかないんだけども、なんかめっちゃ、お金持ちみたいな感じやけど。ここは、誰の、ジャック。なるほど。ふんふん。なんか、ここがね、島一番のお金持ちの家みたいな感じやけど。ね、丘の上にあって、すごい、一人だけめっちゃフェンスで囲まれとる。ここはなんか自然な感じ。よいしょ。ペーター。やっぱそういう感じよね。私もアンチョビをね、こういう感じ、あれに近い感じのイメージでやっとんやけど、周りに干し草とか色々置いて。やっぱゆったりの、ゆったりまったりした子ってそういうイメージになるよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱみんな自分の推しの子とかはすごい敷地を広くしたりとか優遇したりとかしよるもんやね。私みんな平等やわ。みんな特に何もしてない感じなんやけど。